そうですね、身長一応ね最初にパラメーターみたいな感じで決めれるんですよね。だから一応高めに設定してるはずなんで180とかそんぐらいなんじゃないですか。監督、はい、最初からフラグ立てたらダメだよ。わかりました、気をつけます。クロックタワー監督だ、ワッコティンティン。はい、ということで監督の曲を枕にして眠りたいサインでしたもさ。クロックタワー監督だ、アコティンティンということでありがとうございます。まあこのブラッドボーンという作品ね、多分多くの方がニコニコ生放送の方で放送をしているとは思いますが、まあ今日はですね、まあ皆さんと一緒にこう私なりの放送ができればいいなと思いながらいろいろ模索しながらやっていきたいと思います。ちなみに今のところ私なりの何かができたという実感はないんですがね、皆さんは楽しんでいただいてるんでしょうか。まあちょっとねいろいろ不安な要素があるんですが、それでもやっていこうと思います。頑張っていきますんでね、よろしくお願いします。まあやっぱ楽々クリアみたいなね感じではしたくないっていうのがあって、あまりねレベルは上げずにいっております。まあブラッドボーンという作品をね、まあ結構やっぱソウルシリーズをやってる方も多くいらっしゃると思うんですが、難しい難易度でねクリアっていうのをね、まあ初見の私が言うのもなんですが目指してるって感じでしょうかね。オリジナル必殺技ですか。わかりました。そういうのやっていきましょう、どんどんね。ワコ、ソウルシリーズはやってたの？やってないんですよ、それが申し訳ないところなんですけどね。90番再来します。ブラッドボーン、そのソウルシリーズをね、やってこなかったんですけど、ソウルシリーズ自体はね、他の生放送の、ニコニコ生放送なんかでね放送してる放送者さんの放送で見てたんですけど、なのでね、難易度っていうかこういうゲームなんだっていうことは知ってます。うん、毎回出るこの頭蓋骨は何なんだろうな結局。まあそれもこのゲームをクリアしていくにあたって分かってくることなんでしょうかね。さて、ではやっていきましょう。で、やっぱドキドキしますね、このブラッドボーンでやるときは。どうしてもね、こう難しいゲームっていうのはね、やるときこう気持ちの面でこうやってやるぜみたいな、そんな気持ちにさせられますね。皆さんはもうクリアしちゃった感じですか？デモンズも最初はそんなに売れなかったけど、うん、レビューや口コミで売り上げ伸ばしたんだよね。あ、そうなんだ。まあこういう系のゲームってこう普段は売れませんもんね、普通はね、うん、イメージとしては。で、和骨？はい、和骨ということでラットさんいらっしゃいませ。私が行かないといけないのはヤーナムじゃなくて、あれだ、隠し、これだ、行きましょう。あ、違った、申し訳ない、もう一回やらせてもらいます。ヤハグルのあれだ、ヤハグル教会だ、行かないといけないの。あ、でも あそこの宝箱を取り行くか、先に。ちょっと宝箱を取りに行きましょう。ちょっとね、私自身前回の放送で取れなかった宝箱を取れたらいいなと思ってる部分あるんで、宝箱を取りに行こう。違う、もう間違えちゃった、飛んじゃった。シグマの、いや、これですよ。パチ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 。何がパチパチパチだね。早い。いやいや、まあ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 、こういうこともありますよ、こういうことも。98番再来します。カウントしなくていいですよ。ちょっとね、取りたい宝箱があるんですよ。でその宝箱の取り方が分かんないんで、
さでした。オッケー。でこっち行って。でなんかね、鐘を鳴らしてるやつがいるらしくて、そっからね取りに行けるって話だけはね調べたんですよね。この辺りになんか裏口みたいなところがあって、そっから入れるらしいんですよ。こっちじゃないのかな。これ奥にいるのがアメンドーズですよね。アメンドーズのところらへんの近くに鐘を鳴らしてるやつが近くにいると思うよみたいなことを言われたんですよね。とりあえずその鐘を鳴らすやつを倒せば敵は弱体化するらしいんですよ。あれ今日みんな元気ないんですか。でも鐘の音しないね。そうね、ではこの下の部分って通常どっから行けるんだろう。私は普通にこの上から落ちてきて行ってましたけど。ネタバレしないように黙ってます。わかりました。他に行ける場所があるんだろうか。でもそういうことっぽいよね。監督のやべ、ちょ回復しながら叩こう。距離取って距離取って、ちょっと待てよ。わかりました、了解。なんかやっぱ鐘の音がする。鐘の音がするよ、やっぱし鐘、今鳴ったね、鐘。ちょっと待てよ、どこだっけ。ちょ、後ろ見てみよう。どっかにいるんだと思うんだよね、鐘を鳴らしてるやつが。今鳴った鳴った、絶対鳴った。こっちだ、こっちか。攻撃か、まずこいつを倒そうじゃん。やべ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 、あがんあがん。オッケー、まずこいつを倒した。これで弱体化したはず。これはやばい、これはやばい。危ない危ない危ない。 OK 了解、よし。やべ、なんか来てるよ。やべ、違う、退屈して。お、こいつおるじゃん。これでとりあえずは大丈夫。まあ敵を倒しておけばある程度探索ができやすくなると思うんで。オッケーね、とりあえずここまでは準備はできた。で、あとこいつら倒しとく。これ当たっちゃうのか。距離取って、オッケー。はい、コミディノさんがね、ありがとうございます。うわ、当たっちゃった。これからもよろしくお願いします。硬えな。おっしゃ、オッケー。で多分ね、宝箱があるんですよ、この先にね。でその宝箱を取るための場所があるはずなんですよ。隠し通路みたいなね。ワークス速度119万セールしてません。多分私がね、まだ探索しきれてないところがあると思うんですよね。どこなんでしょうね。はい、ワークスです。ということで、チンチラさんもいらっしゃいませ。なんかどうしてもそのアイテムは取った方がいいぞみたいなコメントもあったんで、何かしら意味があるアイテムなのかもしれませんね。ちょっとよくわからない部分はあるんですけど、こっちから繋がってるなんてことありえんのかな。ブラッドボーン飽きたなーってことね。それあなたはね、他の放送で見てるからだ、ブラッドボーン枠。トニキ笑、
まあ、見る側の人が飽きちゃったら困るな。私は全く飽きてないっていうか、まだ本当に初見でやってる感じなんだね。まあ、初見でね、もうここら辺クリアした方はね、監督なんでそれもわかんないんだみたいな感じでね、見てもらえばいいんじゃないでしょうかね。やっぱこっちが怪しいよね。あ、開いた。え、ここ、これだけ？ちょ、マジかよ。うん、まあここ開いたの意味ないね、あんまりね。で、ここも怪しいけど、なんもないもんな。こっちかな。やっぱこっちか。あれ？蘇ってない？わ、マジか。これ蘇ってるよね。うわ、マジか。蘇ってる。ちょ、どこ？こいつら蘇ってるじゃん。やべ。初見ということで、初見さんいらっしゃいます。124番さんいらっしゃいます。ただいまちょっとこちらのね、隠し街、隠し町、ヤハグルの、場所でですね、ちょっと今、あるアイテムを探してまして、そちらのアイテムを取るために何か隠し通路があるんじゃないかっていう話だったんで、その隠し通路をね、今探してる感じなんですけど、全く見つかりません。見えてるね。見えてる。チンチラチンチラ鳴った。チンチラチンチラ鳴ったよ。どこ、チンチラチンチラ鳴らしたやつは。ここの下にいるのかな。今鐘の音が鳴ったじゃないですか。あの鐘を鳴らしてるやつが、そう、プニキでも知ってる。プニキでも知ってるぞって。秘密。この下にいるの。どこだどこだ。いや、いないんすよね。あ、あ、ちょっと待てよ。一箇所空きがあった。うっかり教えるところだった。どこにあるんだ。ここだここだ。ここじゃない。ここ、ここ、ここ空いてるよ。あの金を。で、どこよ。ここ見つけましたよ、監督。これやばない、これこれ上から、上にめっちゃおる。ちょ、待てよ。あ、あ、ちょちょちょ、マジか。ちょ、マジかよ。あれ、あ、でも今のところだ、今のところだ、間違いない。うわ、マジか。あんな狭いところで戦うことになると思うんだった。かっこいいとか言うんじゃねえ。クソワロとか言うな。うん。いや、まあでも、あそこだな。あそこだ。間違いない。多分あそこだ。グッチョブ監督。グッチョブじゃない。全然失敗してるから。よし、行くよ。さすが監督、序盤から見せてくれるね。あれ、降りればよかった。やべ。やべ。あっ。あっ。あなたです。さすが監督、序盤から見せてくれないところで147番さんいらっしゃいません。ディフェン、ディフェン、雑、はい、わかりました。雑に行っちゃダメ、了解。もう一回行こう。ダメな時は一回ね、元に戻るね。そういったことを繰り返せばクリアできるはずです。そこに憧れる。プリン先輩、懐かしい感じのノリだからな。結構ニコ生長そうだよね。はい、初見です。お邪魔しまーす。ということで、いらっしゃいませ。153番さんでしょうかね。ありがとうございます。コメントね、参加ね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。やべ、間違えた。はい、監督枠続くで、ドアランさんいらっしゃいませ。
8年前かニコンは。8年前ってすごい。今日画面用意ないんじゃないかな。頑張っていきますよ。8年前っていつの時代だ。ベータの時代か。相当昔だな。いつだろう。よし、で避けて、おい、で回復。降りてくんの？来たよ。あいついるよ。めっちゃ上で音がするな。監督和子。はい、和子ということで座布団を差し上げてください。いきます。おお、来た。おお。これ出てくるんかい。ちょ待てよ。集中して。うっそ。お、笑い。オッケー。一回回復しよう。やべ、あが、あぶね。ちょ回復しよう回復しよう。ちょ待って、どこよ。金を鳴らしてんの。いた、いる、金。いた、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 いた。オッケー、やりましたよ。これでここの敵はもう復活しないんで、もう安心してゆっくり行きますね。でどこだろう。この中なんだよね。ここほら、ここの中がね怪しいんですよ。謎なんですよ。こっちにもなんかあんのか。これ違うね。こっから中に入るしかない。じゃあ行ってみましょう。アイテム取りますよ。はい、ドン。上層の鍵、なんだこれ。謎のアイテムをゲットしましたよ、皆さん。え、これだと思う。上層の鍵なのかな。いや知らん。でもなんかこれを取ったらいいことがあるって言ってました、誰かが。和子ということでチーターサイルしません。あ、こいつ倒しとこう。マジかよ、強えなこいつ。やっ、アイテムの説明読めばよろしい。わかりました。チーターサイレンション、それ。強いよ。なんか強いな。なんか今までよりも強い気がするな。え、いや別に、うん。いやまあ否定はしないけど、まあ分かったよ。しょぼかったっすよ。ちょっとまあ戻ろう。ちょっとこれで戻って、で回復もなくなっちゃったから回復マラソンしないといけないな。これまた新しいところに行けるようになっちゃったってことじゃないですか。鍵がゲットできたってことは。困ったな。ボス倒すのも大変なのに、今最短者、最短者に行くんだけど、次はどれだ。鍵、あ、ここか。これか。聖堂街上層を封印する鍵。その鍵でプニキの靴箱が開く。そんなものがある。医療協会には2つの上位会派があり、メンシス学派は隠し街に、聖火隊は上層に、それぞれ拠点を置いている。故にこの鍵は聖火隊に近づくものだ。なんだろうこれ。あの医療協会の上層を入れなかったのはこれで開くってことかな。そういうことなんじゃないかな多分。でとりあえずMMORPG、 これ MMORPG じゃないんだけど。で結晶、これ一応ね、まあ本当はこれじゃない方がいいんですけど、まあ一応炎にしとこう。でちょっとね、経験値を稼ぎに行きましょう。教室棟ってところで。
まあ多分ね、今日初めてねこのブラッドボーンという作品を、放送で見た方も中にはねいらっしゃると思うんですが、どうなんですか皆さんは。ブラッドボーンやったりとか、またはまあなんだろう、クリアしちゃったよっていう人もいるだろうし、生放送で他の放送で見たよっていう人もいると思うんですけど、どんな感じなんだろう。結構な人が結構な人がプレイしてるのかな。放送で見てるから買おうとは思わん。なぜだ、買えばいいじゃないか。皆さんそんなこと言ってるからゲームが下手になるんですよ、うん、クリアしてる。プラチナ取ってまったりちすごいな。ごきげんよう。ごきげんようということで179番サイレンシャムさん、はい、和国通で180番サメルしてません。十分楽しいんだけどクリアはできてない。そうなんだ。クリアして別ゲをやってる。いいな。182番さんも183番さんもいらっしゃいません。みんな結構やっぱやってんだな。うわ、ゲロってきた。プレステ4がない。ああそうか、プレステ4がないか。レベル下げできないし、1キャラ、決勝終わるとやる気になる。ああそうか、そういう問題があるんだな。やっぱし確かに一度レベルを上げてしまうとね、レベル下げない。あ、そうなんだ。杖ね、使ってもいいんだけどね、まあ使いどころがよく分かってない自分の中で。結局ねここまで強化しているけど、一応ね、まあ一応ギュありがとうございます。まあそう言ってもらえると嬉しいんですけど、そうか、他の方はまあこれ面白くねえなって感じで見てしまってた。なるほどね。まあ実際なんていうんですかね、何かすごいイベントが起きたり、キャラクター同士が何か会話したりとかそういうことはないんで、まあ RPGとしてはなんかこう自分の中でこうストーリーっていうか、こいつを今から倒しに行こうかみたいなね、あ別にチャゲアンドアスカではありませんけど、まあそういったことを思いながらね、なんかプレイするのが楽しいゲーム、そういうことになってるんじゃないでしょうかね。うん、こう例えばなんだろうな、こいつをこのレベルでこの武器を使って倒すみたいな、ね、あんな顔やめて、うん、あすいませんでした、はいわかりました。まあ、そういう感じの楽しみ方をするのがね、多分このゲームの一番楽しい遊び方になると思います。例えば、はい、ありがとうございます。190万歳らしません。ジャゲだって、受けるというか、すみませんでした。いやいや、それは、その、放送者さんが喋らないからでしょ。うん、すみませんでした。うん、ロビンソンさんいらっしゃいません。こんにちはということで、194万歳らしません。ロビンソンさん、お久しぶりですね。君は忘れないですよね。曲がりくねた道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕。それテリア、本当や、まだチェリーやった、これ間違えちゃった、うん、毎回ロビンソンとチェリーを間違えるんですよね。まさかの、うん、古い、すいませんでした。はい、古いとか言わない。いつもより長く歌うな、わら。実はいつもロムっていました、ダブル安定のチェリー、わら。突っ込んだら負け。あ、そうなんすね。監督がプレイしているから我慢している。シャーロック以来か、わら。いやー、てかまた、やばい。血液だっけ。いや、チェリー高いっすね。チェリー、なんだ、どんなのだっけ。また忘れちゃった。チェリーじゃねえ、ロビンソン。もう逆だ、逆。全部逆だ。ロビンソン。なんだったっけ、ロビンソンは、もうちょっと泳がせて突っ込めばよかったかな。チェッコリッチェッコリッチェって、それ全然、それチェリーっぽい感じだけど全然多分違うよ曲名ね。今日はウォーキングデッドやらないんですか。今日はウォーキングデッドやらないよ。明日、あ、新しい季節がなぜか怖いのはだったっけ、忘れちゃった。多分そんな感じです歌詞はね、おそらく。オッケー。違う？違うかな？怖い。監督
はい、監督はごツンツンというのビビさえらっしゃいませ。今からあいつを、これからあいつ、あ、いた、投げ、手投げよこいつ。風に乗るか。あ、でもロビンソンも好きですよ私はね。歌詞は思い出せれませんでしたけど、音程はそんなだけど歌詞が違うな。なるほど、この枠にスピッツファンいたら怒鳴られても仕方ない敵に殴られてでもスピッツファンってのはある世代ではたくさんいるんじゃないですかね。わかんないですけど、今の若い子、まあ、特にそのニコ生を見てるような子たちはあんまりスピッツに思い入れはないかもしれないですけどね、すごいファンの人も多分中にはいると思いますよ。あ、マジで？いや、知らない子も多いと思いますよ。スピッツ、スピッツってなんだっつってね、犬の名前かみたいな、そんな感じでしょ多分。どうせ今スピッツ生で見たよって言った人も多分犬の方だと思います。ケフサウサでかわいいよね、やっぱみんな犬の方じゃん、やっぱし。昨日プリッツ食べたよとか全然関係ない、うん、スピッツだ。スパッツなら知ってる。それはまあスパッツは知ってますよ皆さん。一時あのスパッツみたいなの、あ、白線流しとかね、あれもスピッツが主題歌でしたね。歌詞の方、あ、本当に歌詞の生すごいな。あのきついお酒、スピリッツ、わからんけど 100%、うん、わからん。お酒の話題は私も全然拾いませんからね、一応言っときますけど。まあそれでも合ってるならいいでしょう。よし、うん、ということで 230% にしません。昔一時スパッツ履く、あれスパッツって呼んじゃいけないんだったよね確か。あ、スピリタスか、あ、そう、スピリタスか、申し訳ないです、すいませんでした。昔なんか流行ってましたね、スピッツじゃなくてスパッごっちゃだわ。スパッツを履く女子、あ、なんて言うんだっけ、なんかスパッツって呼んじゃいけないんでしょあれ。いや、私はスパッツ履きませんけど、まあでも運動するときは履くけど、履くことあるけど。トレンカ、レギンス、そう、レギンス、レギンス。トレンカってなんだ、知らん言葉ができた。レギンス、そうそう、レギンス、レギンス。みんなレギンスって言ってましたけど、何が違うんだろうと思いました。で、回復、今どれぐらい回復持ってんだ。青い車、トレンカはつま先とかかと部分が空いてる。あ、トレンカってのも実際あるんだ。へえ、つま先とかかと部分が空いてる。あ、そういう違いがあるんだ。一緒のもんだと思ってた。そういうことか。ググレカス、すいませんでした。はい、じゃあ行きますよ皆さん、ボス戦ですよ。いや、ガチで最短者、次で倒さないと。監督はコツ、はい、監督はコツということで241番再来しません。何、足りないだって。じゃ、レギンスとロビンソン足してレギンソンって歌速起こしてください。レギンソン、わらわら、君は黒レギンス、曲がりくねた足くるむ、最短者ハマー、はい、倒せそうな感じだったなパチハチ、ありがとうございます、うん、ふん、すみませんでした。スパッツと何が違うかというと、講義では何も変わりません。あ、そうなの。で、はい、すみませんでした。難しいネタバレ、ね、足くるむ、はい、足くるむ、はい、すみませんでした。ちょっと待ってください。いきなり初っ端から大やけどだな今日は。はい、よし、で、終了。曲がりくねったアシクルムって何、わらわら、わからんけど、足むくむダブルだったら最高。あー、足むくむか、タバコ吸いませんよ、タバコもうやめたんす。プニキを覚えました、うん、ちょっと誰だ、和骨プニキを覚えさせなくていいよ、うん。監督の歌を気に入りましたよということで260番再来しません。よし、じゃあ行きましょう。プニキ、ヤハグル教会、ここだね。プニキ、プニキ、草野正宗、草野正宗さんね、スピッツのあのボーカルの方ですよね。皆さんスピッツの曲、あのどれが好きなんですか、どの曲が好きなんですか。その自分で打ったプニキが読まれないってのもかわいそうですね。福山さん、伊達政宗、それ違います、うん、愛の言葉、愛の言葉、
愛の言葉ってどんな、楓、楓か、空も飛べるはずなんで、空も飛べるはずなんです。梅干し食べたい、梅干し食べたい、あーはーはーい、梅干し食べたい、僕はってやつですよね。知ってますよ、私ね、実は結構好きだったりします。はい黙れ、空も飛べるはずかな、恋する凡人、知らん曲までいっぱい出てくる。ここはちょっとね、スルーしていきます。いやいや、みんなが歌ってほしいのかなと思ったんで歌ってみたんですけど、そういうわけじゃないみたいです。すいませんでした。イノセントワールド、それ違う人が入ってる、ミスチルが入ってると。これ直線で行った方がいいんですよね。てかね、ここね、なんかあのショートカットをね、見つけれなかったんですよね、監督ね。やべ、なんかやばい音がする。あぶね、カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。私の高校の子が歌ったらバレちゃうね、いろいろ。ほらね、やっぱじわじわ効果ですよ。っていうか、これどこがショートカットなのかがよくわからんのだよな。まあでもしょうがない。こんなこと聞いてもしょうがない。うわ、なにこれ。うわー、なんかあいつ入ってきてんだな、あいつ。行くよ、行きます、最短車行きます。優しい振りだっていいからって曲なんだ、分からん。行きます、最短車、集中して。うおぉ、なんだあいつ、いい曲だ、距離取って回復しよう。全然食らわせれないな、回復して。 OK、 いいよ、いける、いける、回復して、回復して。いや、ダメですよ、平和的に回復、平和的には解決できません。やべ、なんかおかしいことになっとる。やばい、回復して、回復して、引いて、引いて。いや、でもあいつら復活するんじゃないの、わかんないけど、イズマ知ってる。集中イレブン、オッケー。お、なんか弱くなってる。オッケー、いいよ、回復しよう。オッケー、オッケー、ちょ待てよ、とりあえず距離取ろう。了解、オッケー、行こう。うわ、めっちゃ食らった。なんだ、なんだ、なんの攻撃だ。オッケー、本気、オッケー、本気、オッケー。会話のチャンス、そういうゲームじゃない。まずはもうな、いやだから武器は捨てられないよ。なんでこれ、足に当たってんのかな、これ、もしかして。距離取ろう、距離取ろう。これさ、今気づいたんだけどさ、これ炎になってない、これ、これ炎になってるね。ほらね、怖くない、怯えてるだけなんだよね。いや全然ダメ、こいつらやばいっすか。距離取って、距離取って、とりあえず謝ろう。すいませんでした。いや、これで許してもらえるならいいけどな。距離取って、距離取って。しまったな、これ、これしまったよ、これ。ちょっと監督間違って、これ炎をつけたまま来ちゃったよ。うわ、なんか出てきた。 OK、 OK、アンチ発見、アンチ発見。何これ、爆発、突然の爆発。何これ、ちょっと何が起きた。なんか爆発したよ、あいつ。半分ぐらい削ったからか。集中して、集中して。和田アキ子をやっつけよう。こいつ和田アキ子なんすか。おー、ゲロッピー、ゲロッピー。あ、
何これ。ゲロッピー。あれ何。ゲロッピー。あれ何。ゲロ。あれ毒なの。酸の。ゲロ気をつけて。なるほど。ゲロッピーですね。武器に間違って石つけちゃった。ゲロッピー。笑。ゲロの範囲は広い。ゲロゲロゲロッピー。なるほどね。ゲロゲロゲロッピー。333バサイルしてます。ゲロゲロゲロッピー。ゲロゲロゲロッピーじゃない。あの鐘を鳴らすのはあれ。ゲロッピーだよ。ゲロッピーに。あの鐘を。ゲロッピーで読むとかやだ。鳴らすのはゲロッピー。あ、ギャ、あ、あ、待って。くそ。チェリーボーイズブリーガール。あの頃は違う。なんか難しい。ちょっと待って行きます。そんな曲じゃなかったんです。はい。歌わけじゃありません。ピアノ楽器で353バサイルしてません。言います。いや違います。次で行きますか。うわこいつら来るんかい、こっちまで。来るなよ、こいつ。私のお箱は、ケツメイシかな。よしよしよし。行きます。落ち着いていけば何とかなるはずなんですよ。え？桜歌って。いやいや、なんでお箱は歌いませんよ。友達リクエストいいすか。なんでだ、なんでだ。ちょっと待って、急にケツメイシファンが多くなりました。いや歌いません、お箱は歌いません。湘南の風の方がまだ歌えるわ、みんなの前で。恥ずかしくない。まだ穴名詞じゃない、ケツ名詞。言いますよ、ちょっと待って。言います。バブル。湘南の風でイノセントワールド。難しいな。あ、イノセントワールドをまず教えてくれ。みんな歌詞を教えてくれ。そしたら歌ってあげよう。湘南の風で、ケツメイシ。違う、湘南の風で、イノセントワールド。これ歌えるから、多分。よし、行くよ。ちょ、待て。違う。ちょ、違うのになっちゃう。ちょ、待て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 。ちょ、待てよ。集中して、集中して。まず行くよ、落ちていこう。え、雑談枠はしないね。まあ、雑談がしたいわけじゃないから。めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。いいよいいよ。あった。とりあえずはい。厳しいな、手厳しい。でっかいな。まあそうね、ゲームの雑談なら得意。別にあのいくらでも話してられると思うよ。これなんで、これ私さっきからずっとあの体力がない、体力がなくなってんだろう。スタミナが。プライベートの切り売りはしないか。え、こいつ強くない？なんかみんなが、あかーん、みんながこいつ雑魚って言ってたけど、 あらら強ない？あれ、いろいろ気がついた方がいい。いろいろ気がついた方がいい。なんかボス以外の敵から攻撃されてない。いや、それは知ってる。ダブルタップの時にバーでのナンパ方法役に立ちました。あ、でしょ。ほら皆さん聞きましたか、監督の雑談枠。ワールドカップの時にバーでどういう風に女の子に話しかければいいのかっていうね、話題で私2時間少々語らせていただきましたが、そちらの枠でね、得た情報を使ってナンパ成功した人が出たみたいですよ。わらわら、監督ナンパ趣味なの。いや趣味じゃないですよ。ただ単に、ね、ワールドカップの時にね、皆さんいつも引きこもりで家でねブーブー言いながらね、ハンバーガー食べてるような生活してるんでしょ皆さんね。そういう方でもバーに行けば
モテモテになれるぞっていうことをね、私は言いました。ちょっとそれ教えてください。いやいや、もうワールドカップ終わったからダメですよ。偏見ひどい。すいませんでした。冗談ですよ。もちろん冗談です。そうそう、まず石だ。監督に病気もらったから配布した。何のこと言ってんの。で、これ。監督のナンパの仕方なんて謎の薬飲ませて再エースするだけだよ。それは本当にいそうだから怖いな、そういうこと。おちちき。バーにたまに行くけど地雷みたいな女しかいない時もあるぞ。監督の。バーたまに行くけど地雷みたいな女しかいない時もあるぞ。あの発言がひどいのでコミュ爆発します。すみませんでした。なるほど。いやでもね、実際なんだろうな、その普通のクラブのバーに行くよりもワールドカップのスポーツマンの方が楽しいですよ、皆さん。でも、バーでナンパについてくるような女はあって見下してたよね、はい、やっぱり周りの金女排除してからのがいいんじゃね。え、周りにのって金女なの。それを初めて聞いた。よし、じゃあ次は金女から行こう。どこだったっけ、ここか。周りただの魔法使いだと思ってた。金女なんだ。松島七子にのお医者さん口説き落としたよ。金女ってクラブにいるの。いませんよそんなやつ。でもなんかいろいろクラブごとにね、なんかこう有名なそういう女性いますよね。まああんまり言うとクラブのイメージが悪くなるんであんまり言いたくないですけど、ロマ倒したんだね。ロマ倒したんですよ。415番サイレーションのせい。こうあのクラブにはあの女みたいな、そんな感じでね、あのお決まりの人がいたりするんですよ。もう手遅れ、すいません。ワールドカップの時に広島カープの話すればいいんでしょ。いや、そんなん、誰怖いとか言われちゃうだけですよ。でも、意外と、でもね、それいいところに実は目つけてるかもしれないですね。あの、ワールドカップ、ね、そう、地雷で有名な女の人とかいるんですよ。そういう、なんかこう、ね、変な人みたいな。あんま言うとよくないけど。いやー、そんなことないですよ。あの、ワールドカップの時とかに、ワールドスポーツでサッカー応援してる、あ、白熊食べてるんだ。ということで、ザイルサイレーションさん、やっぱスポーツに興味がある女性っていうのはこう結構ね、そのなんだ、野球、サッカーが好きって言ってる人は結構実は野球が好きだったりするんですよ。結構なんだ、かぶってることが多いんですよ。だから意外となんかあのサッカーの話で最初近づいて、いや実は広島カープ好きなんだよねと言えばですね、もしかしたらね、そこ来たーってなるかもしれませんよ。グーグーグーということでね、すいませんでした。面白くない話すいませんでした。はい、終わりました。はい、そうそうそう。いやでもね、そのサッカーに関してはね、ワールドカップの時だけあのサッカー見る人もいるんでね、中にはね、うん、まあ、私からしてみればそんなのけしからんってことですけど、そうそうそう、そういうことよ。スポーツ好きはね、結構話題が被るんでね、やっぱし。でもなんだかんだで皆さん、まあゲームの話とかそういう時にしてしまったらもうダメですからね。皆さんそこでね、あの、いや今日のなんかホンダちょっと調子悪いねとか言っておいて、で次の瞬間なんかこうゲームの話とかしちゃダメですよ。ウイニングイレブンだったら俺はこういう攻め方するなとか言ったら、もうその瞬間もう消えていきますから、ね、女性の方。アニメはね、あのアニメはね、危険なこともあるんで、まあ気をつけた方がいい。でもアニメはいるんじゃないかな、こういう。やべ、いや、まず。ゲーム女子か。やべ、ゲーム女子って会ったことないんだよな、実際、リアルで。ニコ生には大量にいるけど、ゲーム女子って会ったことないんだ。本当にいるのか。まずじゃあ皆さんのご指摘の通り魔女狩りから行こう。ですよね。行ってないだけ。たまに服を装備という間違いをさすがにそらない。いやいや、それ相当な問題発言です。
どこだ。皆さん。普通におりますが、普通にいるよ最近は。そうなの？普通にいる。キャンディークラッシュの話されるぞ。奥の左右だよ。キャンディークラッシュ。でもあまあでもいる子さえいるけど、いやだからニコ生ではそういう子は集まりますけど、いや心理編のそうですね、すいませんでした。これショートカット見つけないとやばいな。ショートカット探すか。真面目に。実際には合わないよね。うん、そうそうそう、リアルでは合わないっていうか、多分隠してんじゃないかな、本当に皆さんの言うように。まああと私が思い描くゲーム女子ってのと、ガチでゲーム好きな女の子だと引くでしょ。いや引かないよ。ゲーム好きは外に出ないから、ね、いや引くっていうか、まあ私嫁がいるから何とも言えないけど、そのなんだろう、引きは しませんよ。友達になりたいなと思いますよ。ゲームの話したいなと。ゲームしてるから出会いの場に来ないんじゃ。ああそういうことか。ゲームしないの？しません。ゲーム嫌いです。むしろ大抵引かれるよ。嫁はブランドが好きです。そうですね、嫁はブランドが好きです。ゲーム女子って言ってる女もどうかとも思うけど、昔彼女の家行ったら頑固があった、うん、ほら昔彼女の家行ったら頑固があったって最高じゃないですか。一緒にね、あの君のハートを打ち抜くよみたいなこと言ったりして、えグフフとか言いながらゲームしてるんでしょ。いいじゃないですか、最高ですよ。頑固に違うか。すいませんでした。はいはい。すいませんでした。うん。おう、ということで。466番さん、470番さん、471番さんいらっしゃいませ。ネオジオあっただったら評価。ネオジオあったは結構いいですね。まあでも、ネオジオでやる。酔っ払ってるのかな？酔っ払ってるんですよ。それおもろいな。なるほどね。彼女ポップンする時の動きは怖かった。キモかった。まあそういうのあるよね。やるあるだね、そういうのね、うん。普通にいるけど大体腐ってる不女子。なるほど。これどこで鳴らしてんだ金。あいつあそこにいんのかな。金女どこだ。うっせ。クソが。監督はなんでたまに強烈に昭和の香りが漂うコメントするんでしょうか。いやまあ、まあ、昭和の人間だからな。昭和の人間かもしれないからな。昭和の人間が近くにいるっていうのが一番の理由かな。姉もいるんだよ。結構昭和の話とか全然聞きますよ。ワゴツーが486のストレージ。とっととビンビンはめたいねんさんもいらっしゃいませ。どこにいるんだろう、金鳴らしのやつ。昭和って何？監督ってもしかして半田健人さんを目指してます？半田健人さん誰のこと。昭和って何？みんな平成生まれか。ボスさんまで動画流してもいいよ。だから動画流したくないよ。私は自分のゲームプレイを実況しながら皆さんと一緒にね、楽しいトークを繰り広げる、そういうスタイルの生主になりたい、そう思っております。こんばんは。ここの辺りにいるっぽいな。え、こんばんは。監督再感謝突破してません。いやまあ実行だから、どこに、やべ、どこにいるんだ金。あ、いるいる。よし行くよ、かわして。これでここはゆっくり探索できる。ノーダメ濃厚縛り枠なわけないだろう。ということで、499番さんいらっしゃいませ。ノアリスさんもいらっしゃいませ。あの説明書読んで初めドヤ顔生主の動画見ませんか。あれ面白いけどさ、ちょっと待って。なんか今後ろから攻撃されたような気がした。そしたらいた突き抜けてくんじゃねえお前。行って、消えた。よし行くよ、倒すよ。この下におるけんね。ドヤ顔、いいね。おっしょっけ。ピコハンさんはドヤ顔、最近ちょっとピコハンさんちょっと減らってるからな、かわいそうだよね。やっぱみんなもさ、やっぱしこう地元、地方の地元からさ、ね、
そうそうそう、その東京とかね、またはまあ大阪、まあまたはこう違うよ、これがトロピコだよ。そうです、バイオハザードを実況しております。バイオハザード実況してませんよ。ピコハンさんさ、まあ知ってる人もいると、知らない人も多いかもしれないけどさ、その実家帰っちゃったらしい。そのいろいろ、いろいろ辛いことがありすぎて。あいつかわいいな。いやっていう話を聞きましたけど、私はね、そう、東京に敗れたんです。地元は東京ど真ん中。いやだからそういう人はいいじゃん、まだ東京は地元だから、うん、いや笑ってないよ。513万さんいらっしゃいませ、516万さんいらっしゃいませ。いやだから東京とかそういう都会にね、私も自分もその都会に出ていった身なんであれなんですけど、うん、まん丸顔になってましたけど。初見どもどもで VSR さんいらっしゃいません。いや肉団子ひどない言い方。あれあそこ今なんか人がいたよ、隠れてたよあそこ。私の背後を狙うために来たよあいつ。はい来い。いやいや、なんかそんな話だった。でなんかこう、この前ちょっと放送で話したときに、そんな人がいる。あ、ワンコさん、マジか。敵の刀かっこいい。いやなんかさ、いやピコハンさん、ちょっともうゲーム実況者私やめたいなみたいなこと言ってたんで、いやいやいや違うっしょ違うっしょみたいな思ったんですけど、いや私の放送に関わるとそういう悪い影響がみんなに与えられるんですかね、わかんないんですけど。わらわら。いや本当にそんな感じの話をしたんでこの前。いやなんか雑談、雑談生のシーン、そう、いや雑談勘違い、いや雑談生のシーンとしてやっていった方がいいんじゃないかっていう話をしたんですよね、ピコハンさんはね。いや違うと思うけどなと。まあ雑談も確かに光ってますけど。昨日にウーロン茶を飲みたくなるような実況者がいるのか。いやあ、でもこれ団子とかみたらし団子とかいうのやめるわ。これどうしよう、どこだろう。油売りしかできない。まあそんなわけじゃないけど、全然面白いしね、面白いことを言うじゃんやっぱし、実況するときにね。なんだけどこうやっぱ違うみたいね、やりたい放送はできてないみたいな、やっぱし。まあそんなもんなんでしょうね、やりたい放送なんてできるもんじゃないんでしょうね普通は。これどこに行けばいいんだろう、わかんないんだよな実際。いやできてない、できてる時とできてない時がある。でもできてる時もある、できてる時もあるから、まあ続けてんだけどさ。確かに毎回できてなかったら辛いよ。やべやべ、オッケー。ピコハンさんはどんなゲーム、そうそう今書とか探してるんですよ。ピコハンさんがやってるゲームは MLB14 と MLB15 と、そうですね、まあ今日放送見てないでしょうけど、あとカゲロウやってますね。カゲロウも一瞬で一瞬で飽きたって言ってましたしね、なんかショックでした。いろいろ。カゲロウやファイナルファンタジーゼロ式を2回くらいやって飽きてたよ。そうね。私もその放送見てました。え、飽き、もう飽きたのみたいな。しかもその私もカゲロウを進めた手前、ちょっとねえ、いやそうですね、2、3回っすね。2回ではないかって気がする。カゲロウ自分、私が進めたんですよ。カゲロウ面白いと思いますよみたいな。だからなんかちょっと言った手前なんか。悪い気がして。ショートカットロングヘア、いや私どっちでも好きですけどね別に。やっぱ野球がいいわと納得してた。そうそうそう、これなんだ、動いちゃったよ。何ここ、上参ります。あ、ここに繋がってんだ。ようこそ。あそこね、あいつ降ってくるかな。初めてスチームでやりたいのですが、何かおすすめですか。
こそ男の世界へ。違いますよ、初めてスチームゲーやりたい、初めてスチームゲーをやりたいんですが、どれがいいですか。あーなるほどね、スカイリムでいいんでね。あーでもそのどのゲーム、どういうゲームが好きなんかによるんじゃないかな。スカイリム、デジモン放送をやってるけど面白くないデジモンはね、まあまあ、戦略性があったりして、まあそこはいいと思うんですけどね。うん、どうなの、スカイリム。いやスカイリムとかはおすすめですけどね。あのオープンワールド RPG っていう、あれはいきなりしょっぱなであのスチームゲーム選んでやったらもうスチームやりたくねえなってなっちゃうから。うん、まあ、Steam で以外のハードでも出てるんですけど、まあ、やっぱパソコンのゲーム、しょっぱなやるんであれば、いいんじゃないですかね、スカイリムとかね。ファイナルファンタジー13は別に、パソコンでやるべきゲームじゃないでしょ。ゲームってゲームパッド使えるの？使えますよ。使えるゲームもあるって感じかな。うん。対応してるものもあれば、対応してないやつもあるって感じ。じゃで、エスカピスッツ。使えるのとないのもある。うん、あのゲーム面白いけどね。でもまあ日本語版が出てないからな。ゆるトラックシミュレーターはいいかもしれないね。あれは別に、ハンコンがなくても別に楽しめるし。こっち、あそこ取ってないアイテムがあるな。まあいろいろゲームあるんで、本当にたくさんあっていいと思いますよ。まあでもなんかこう自分だけしか知らないようなゲームを探そうとすると失敗するんで、サーバルスペースプログラムも製品版になったし、いいんじゃない。それもありかもしれないね。ご協力ありがとうございました。ウィニングポストもある、うん、ウィニングポストもあるよ。ピッチャー1、2、ウィニングポストもありますよ。2015が出てますよ。これこっち行ってもしょうがないんだよな。まあいっか。でもあの書とかあんまり意味ないしな。私が探してる書とかはああいう書とかじゃないんですよ。ここが閉まってたんだよな。ここどうやって開けるんだろう。うっ、あんまり今さっき見つけた書とかは書とかじゃなかったんで、本当の書とかを探してるんだよな。やべ、いや違う違う、書道館本当に探してんの、書道館。でも本当にないから。なんかある、なんかある、なんかあった、なんか見つけた。オッケー、来た。これ書道館っぽい、強え、めっちゃ強え。ちょっと待って、おお、なんだよお前、めっちゃ勝てこいつ、何こいつ、何これ、やべ、くっそ強い、勝った、わらわら、こいつ武器が弱すぎる。でもこれショトカっぽいぞ、見つけたぞ、多分。こいつの名前がショトカ？インファイトということで、582番サイレーションさん、いきますよ。ボス倒したら使わないけどな。まあ確かにそれはあるけどさ、ショトカさ、斧が好きだから。斧はナメププレイですよ。いやそんなこと言っちゃダメだけど、斧はまあそのなんだろうな、なんかあんまりかっこいいと思わなかったんで使ってません。みんな多くの人はね、斧使ってるんですけどね。確かに。そうです、そうそう、斧をね、みんなが進めてくるんですよ。だからなんか、いや、斧なんか使いたくねえなってなっちゃったんですよ。何ここ、じゃあ斧、ノコギリでいいだけ遊んでから斧は楽だが、なんか苦用だった、しょぼん。もらった、
よし移動。こいつなんだろう。鏡見て、ま、鏡見てたけど、いや天の弱だろ。素手か、素手とかすごいよね。これなんだろう。お、なにこれ、濡れ、濡れ結晶って書いてある。濡れ結晶ってなんだ。これショトカっぽいけど、これショトカ、これショトカだとしてもさ、こうきついやん、どう考えても。こっちの方が敵に合わないってことかな。なるほど、まあでもこれはこれでありだな。で、こういって、興味はあるっちゃあるけど、まあでも会話せんな、あんなのは。あ、確かにそうだな。じゃあ意味ねえな。まあこれでまず行ってみよう。え、初動か、え、初動かじゃなかったのあれ。ちょっと待って、行くよ。ローラーコースター対空、あ、それね、監督調べて一時それ買おうとした時期があったんだよ確か。マジか。いる？いるな、あそこに。強え強え、めっちゃ強え。ちょっと待って、これ強すぎ。ワロタ、ちょっと回復しよう、回復しよう。やべ、これ回復が足りなくなるな、これ。 OK、 行こう、次。ただの周り、ショトカー実はある。マジか。いる。じゃあこいつらがいるから強くなってんのか、あいつら。そう、ダークソウルと同じ会社が作ってるからね。似てるよ、相当。ちょ待てよ。日本語はわからないけど、2015年中頃のリリース予定だよ。ですよね、あのローラーコースターのやつですよね。知ってますよ、あの総客説ゲームで出てますよね。そうですね、まあ、まあ、だけどこいつら倒したからってなんか意味あんのかな。 OK、 倒したよ、全部。これ倒したら急に弱くなってるとかあるんですかね。和光ということで613番サイレションもさえ、皆さん行きますよ。生きてた、よし行くよ。出ますね、ゴッドボー。つえ、なんか今までのやる強くなってない、これ。もう復活した。意味ねえじゃんこれ。いや、倒しきってる6人だもん。復活してるだけだあれ多分。倒し忘れたんじゃ。いや、6人じゃないの ?6 人倒したよ。ゲロッピーですよ。難しいな。ゴッドウォー3、下手くそやなぁ、言うて。まあ、下手くそなのは認めるけど。倒せたわけではない。一人スルーしてたよ。復活しないと思う。625万歳の人もさ。復活しなかった気が。マジで言ってんの ?5 人しか、一人スルーしてたよ。わかりました。ちょっと、教室と行きます。ちょっと教室と行って。回復取ってもう一回挑戦します。ワクトークということで固定ハンバーグさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。落としたからといって倒したわけではない。わらわら、そうか。マラソン、マラソンします。ちょっとね、辛いとこだな。さっきの千秋が使おう。決勝、あ、さっきの決勝使ってみようか。じゃあ
濡れなんとか濁った結晶石、あ、なんか前よりも新しくなんかもう少しレアなやつあるのかな、ちょっと待って、ね、あれここじゃなかったっけ、濡れ、あれないな、ワーク2ということで634万再生でしたもんさ。炎外した？炎は外してある。濡れってやつないな。あれ濡れた、これ濁っただったのかな。華麗なスルー。あったよ。あ、これか。うわ、めっちゃ強え。めっちゃ強え。59ついたよ。攻撃力、加算が。ちょっとトイレ行っていいですか？ちょっとトイレ行ってきますね。すいません。すぐ戻ってきますね。ちょっと見といてください。すいません。ダメ、いてら。ダメって何よ。いてら、いてら、はい、こいも、いっといれ。いてら。一人がコミュニティを登録しました。トイレ行っている間に結晶こっそり外してこう。いいね。どうやって？ウイレはミンゴルを覚えました。わらわら、ミンゴル、わらわら、わらわら、わらわら、ミンゴル楽しいよね。わらわら、プニキ。ゴルミン。ミンゴルはモンゴルを覚えました。ミンゴル。ミンゴル。はい、皆さん、お待たせしました。モンゴル、プニキ、モンゴル、誰だよ。ウイレミンゴルって協力者のコミュニティの、ね、参加ありがとうございます。小芋さんもいらっしゃいませ。誠というようで662番さんいらっしゃいませ。いやーちょっと待ってくださいね。いやここまで最短者ね。ミンゴルとウイレ、私はウイレだけどミンゴルの方が好きな人多そうだな。ただいま帰ってきました。ありがとうございます。で、あの王様みたいの倒した？いやまだ倒してないですね。殉教者なんとかですよね。ビルゲンワースでしたっけ。殉教者カインハースト、いや違うな、殉教者なんとかなんとかですよ。うんとミンゴルでハットトリック決めたい。へいユジヘイ、誰か今なんか英語で声が、ヘイリュージー、How are you? ってことで、ヘイリュージー、あ、I'm not リュージー、My name is関東区、Welcome ストリーミング、わらわら、Thank you、わらわら、俺リュージーじゃないんだけどな、なんでリュージーって言われてんだ、まあいいや。うん、で本名か、いや本名じゃないよ、リュウジって名前の人なんていないっしょ普段、普通どうなんだ、まあいいや。でリュウジ、リュウジ久しぶりやな。いやいや、監督だと分かりづらいからカプタインでどうです、いるよ、わらわら、スーパーバイザー、キャプチャー、は？は？リュウジって名前の人が怒ってんのか、リュウジ
ぜひ久しぶりだな。龍二とか龍一とか、いや龍一龍二いるじゃん。いやいるかもしれへんけど、そんなにおらんでしょ。珍しい名前じゃない、もし倒して。龍二俺だよ俺。それ高橋ってあれじゃん、クルーズのやつ。監督笑。ちょっと教室と行ってみよう。龍二高、もうお前龍二は名乗らなくなったんか。誰のことだ。699番サイレンしたもんさ。アブ刑事笑。あ、でもなんかまあ総理 I mistake OK OK No No program。 これ炎つけてなくても結構倒せるのかな。ちょっとやってみよう。やべ、炎つけてなかったら結構大変。なになにこれ、うわ気持ち悪い。ファッキュンファッキュー、ちょっと待って、ファッキューファッキュー、ちょっと待って、まずいまずい。ちょ武器変えて。やべ炎も持ってない、どうしよう。ちょ戻ろう戻ろう、ちょっと炎にしないとこれダメだ。押し倒されてベロチュー、ベロチューされちゃう。荒井隆二、荒井隆二されてしまった、杖でつけ床ドンされてやんの。すいませんでした。床ドンか、床ドンって言うんだ。そういう言葉があるんだ。リスナーでしたね。俺たちが弱点かもしんないな。あ、そういうことか、床ドンか。床ドンとかいいかもね。で、こうして、女性の方は壁ズボがお似合いだ。壁ズボってなんだ。壁ズボってなんだ。サイダーマン、スライダーマン、スライダーマン、スライダーマンって誰のことだ。 I am not スライダーマン、 I am 監督、監督、mean 監督 is Japanese language、監督 mean は、監督 mean キャプテン。スライダーマンって書いてあるよ。This game is not Slenderman、This game is Bloodborne。 Slenderman is clear、エンド、なんていうんだ。スレンダーマンは終わった、フィニッシュ、 I finish Slenderman。 滑ってるって言ってるのかな。滑ってるマン。滑ってるマンって言われてんだったら、ちょっとどう言えばいいんだろう。もうこうやって倒した方が早いなこれ。ツイッチの方のコメントですよ。ツイッチの方もね、私同時に配信してるんで。で、ツイッチ側の映像の方が綺麗なんで、そちらをね、YouTube の方に上げてるんですよ。OK。なんかアイテム、あ、出てる出てる。1個だけ出てる。この教室棟で戦いたかったな、敵とね。えそんな気がするんですけど。監督の脳内の人物かと思ってた、外人。いやいや怖えよそれ。スイッチっていうね、外部配信サイトがあって、そちらで配信同時にしてるんですよね。セミドン、なるほど、ありがとうです。はい、そう、こんなこと言ってたるから、あれじゃないですか、スイッチの方にまた人が来たじゃないですか。ニコ生はついで、いや、どちらかというとニコ生がメインですよ。誰だこれ。弱虫さんっていう人がね、来てるんですよね。でもコメントしてないところ見るとね、
多分私がこういう風にツイッチに来ただけで私が誰が来たかって分かるってことをね知らずに多分ね今こっそり隠れてるつもりだと思うんですけど、分かってますよ。よし、わらわら。ツイッチはだからね何人来てるかって分かるんですよ、すでにね。今何人放送に来てるかとか。すいませんでした、すいませんでした。そうか、こういうのは晒しって言うんだ。そう、分かるんですよ。いや本当にいなくなっちゃいそうで怖いな。大概私はこういう風に何とかさんいらっしゃいませと言うじゃないですか、ツイッチの方の人にね。そしたらコメントもしないのになんでわかんだよと思うのか知らないですけど、どっか行っちゃうんですよね。ブニキだよって。ブニキさん今日なんかいろいろ教育しちゃったからな、また今後の放送でまためんどくさいことになりそうだけど。よし、でもう一回行くか。誰なんだ。弱虫ペダル、弱虫ペダルってなんかすっごい流行ってるんですよね。 ありがとうございます。教育の184でも特定できるの。いや、あのツイッチは嫌よコメントできないですからね、自分の ID を所属してその ID から発言する、そういうシステムになってるんで誰が発言してるかは分かるんですよね。嫌よはないんでね、スイッチの方は。そうなんだ。そうそう。まあ、外部サイトいろいろあるんですけどね。チャリマンだ。やっべ、これこいつ狙い良すぎ。ワルタ、やべやべやべ、うちんだ。おしっこって覚えさせんなよ。よし、ちょっと待って。強えな、にしたもん。やめてよ、おしっこ行ってくださいよ。おしっこ行きたいな。ちょっと待って。ありがとうございます。で、まあ確かに、まあ何が起きてるか分かんない人も多いと思うんだけどね、このこのゲームだとね、どうしても。まあだけど、まあもうちょっとね我慢してください。必ずクリアはして見せますから。なんでこう伸ばした、ちょっとね、監督うーっつってね。まあいいんですけど、ありがとうございます、再教育監督。ありがとうございます。微妙にわらわら。監督。はい、監督。はい。トイレット。何？え？トイレット？わらわら。何だね。監督。わらわら。トイレ、あ、トイレ、あの水がバーって出るから、あれ敵の魔法っていうのどうすんだろう。This is not a toilet. 監督。That is。エネミーアタック。 OK。 監督ありがとうございます。はい、監督ありがとうございます。ちょっと待ってください。どったの。いや、スイッチの方のコメント。何が OK だ、わら。監督こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃいませ。モンチョさんいらっしゃいませ。うわ、これちょっと17だったら足りねえな。なんかあいつ強いんだよな。あいつなんで強いんだろう、あんなに。トイレットって何だったんだ、わら。お前またトイレかよとか言われたの。違う違う違う、多分あれだと思う。あの水の攻撃見て、あれはトイレの、トイレマンですかみたいな、そんな感じじゃないかなと私は勝手に妄想でそういう風に判断したんですけど。わかりました、クリアしますから大丈夫です。まあ見といてください。で、書とかが分からんのよな、ここ。獣狩りに、あ、これ木の盾の説明か。
でもこれ斧とかもう一種類ぐらいあったらよかったのにね、ちょっと強いやつ。そしたらけん、あの斧、あ、斧じゃないわ、盾使える人、盾使う人増えると思うんだけど。